こういうゲームをものにすると、あのチームに勢いというものも出てくると思うんでね、はい、なんとかこう点を取りたいという気持ちはあると思いますね。そうね、去年のブルーウェイからね、もう少しつながりがないという印象を受けますね。そうですよね。最近5試合は3割3分3厘というこの2位です。この回先頭のイチローがライトオーバーのヒット。一郎、今日はスタメンマスク、ベテランの伊藤。こういったミスにつけ込んでくるのがオリックスの野球なんですが、ノーアウト二塁、先制点なるか。さあ、これ大きい。佐々木下がって、ああ、追いついた。一郎飛び出してました。二塁へ戻ります。一郎にしては珍しい状況判断のミス。ワンアウト二塁です。苦しい戦いが続いています、オリックスブルーウェーブ大木監督。4月22日から5番に座っているドネです。去年は CD の登録名で近鉄でプレーしました。ここで再来日しました。ドネです。お、一郎スタート。伊藤の送球、タイミングは一郎、今日2個目。松井が22個、村松21個、一郎が今日2つ決めています、12個。荒木さん、これでなんかオリックスちょっと雰囲気が変わってきそうな感じもしますけどね。はい、それもやっぱりこのドネルスですよね。そうですね、はい、その一打で波に乗れるかっていうところだと思います。はい、ワンアウト三塁、先制点のチャンス。直球ストライク。ライオンズの外野陣はもちろん前進守備です。1点を争う展開、終盤8回。低め、あっと、ハーフスイング。伊藤の存在っていうのも、荒木さん、今シーズンほとんどスタメンマスクかぶってますけど、非常に大きいなっていう感じがするんですが、大きいですね。だから今日 の、 あの豊田君みたいに、ね、自分のピッチができないという時にも、ね、うまくリードしてくれてると思いますよね。そうですね、はい、キャプテンに就任した伊藤がキャッチャー、クレンド2、あーだー、その伊藤が弾いた、弾いた、一応ホームイン、先制点ブルーウェーブ。ファースト正面、高木大成、ようやくゲームが動きました。先頭バッター3番の一郎がライトオーバー、見事なヒットを打ちました。こちら現在3連勝中、 5.5 ゲーム差で首位を走っているライオンズです。このライオンズに対して今日は絶対に負けられないブルーウェーブ、ようやく8回に来て1点を取りました。イチローの見事なライトオーバーのヒットがその口火でした。そのイチローがゆっくりとライトの守備につきます。地元愛知県出身、西春日郡の豊山町出身、ここから車で15分ぐらいのところ、その一郎がこのヒット。低めの難しい変化球だったと思うんですけどね。はい、難しい球ですね。見事にライトオーバー。その後変わった竹下、ワイルドピッチ、さらにはこの辺りで
イチローが二塁へ行けませんでした。飛び出していました。原さん、これがあったんでイチロー何とかしなきゃっていう気持ちだったのかもしれませんね。今日2個目の盗塁、イチローが走ってゲームが動きました。この回2つ目のワイドピッチ、伊藤三振、左打席に向かいます。原さん、さっき伊藤を三振にしたのはストレート、ストレートですね、はい、まだまだ威力という意識もあるんで、ですね、抑えられる、はい、ですね。インコース2年目の野田、今日1500投球回を記録しました。ストレート、なんか半分ぐらいに感じますよね。半ぐらいですかね、はい、ストレートと半分ぐらい、その速い球、緩い球というのを投げ分けているように感じますね。だ普通ですとまっすぐがもう少し多いというピッチャーがほとんどなんですけれども、ね、これまっすぐ抜けていきました。代打安打、今日はヒット1本の清水、昨日に続いてスタメン、昨日は2番でしたが今日は1番。トップです。昨日の違いがあるんですからね、秋さん、はい、だからもう本当に足があるっていうのはもうピッチャーにとって嫌なんですよね。だからもう今もピンチランナーに奈良原君がいるだけ出ただけで、はい、野田投手の方はもう牽制ばっかりですからね。もうこれで気持ちがもうランナーの方に少し出てますんで、そうね、あ、いうことも考えられますしね、ね、はい、また牽制、ゲームが動いております。スタート、空振り、あー、これいいゴールだ、アウト、ダイソー奈良原、際どいタイミングでしたが奈良原盗塁失敗、ツーアウトでランナーがなくなりました。目論んだ東尾監督ですが、ツーアウトランナーがなくなりました。1点差ゲームですか。すくい上げた、センターはルーキー谷、結果的には